どうもハンター協会会長ネテロです。今日はですね、ギャラクシーチャンネルをご覧の皆さんにネテロからお知らせがございます。ジャスティス、ガムテープ見えるんですそれやるといよいよ今週末に迫ってまいりました。ギャラクシーチャンネル50万人突破企画24時間池崎です。いやー迫ってきちゃいましたね。いやーもういよいよ本当24時間ということでですね、ワクワクと恐怖がですね入り混じっておりますけど、皆さんいかがでしょうか。怖いですね。本当に怖いです。まあ曇りぐらいでやりたいね。そうですね。いや確かにな、天気もそうですし、はい、あとやっぱギャラクシーチーム、全員やっぱもうおじさんなんだから。そうですね。アラフォーばっかだからね。配信し続けるとかの恐怖よりもまず起きてられるのかと。そうなんだ。そもそも徹夜とか何年かしてないからね。まあ、今回はですね、もういよいよということで、はい、どんなことをやるのかちょびっとだけ言える範囲で言っていこうかと思います。確かに、本当に見てもらいたいやついっぱいありますもんね。そう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 。まず内容としてはですね、ギャラクシーチャンネルでずっとやってる漫画飯、はい、これちょっと生でやらさせていただきたいと思います。まあ24時間やる間に飯は絶対食べますもんね。そうですね。で、これも今までやってやったやつではなく、はい、やったことない漫画ですね。初登場の料理漫画の漫画飯をやります。作品はあれですね、うん、コメントですごくリクエストが多かったやつ、ね、結構昔からやりたかったんだけど大変そうだったんだけど、今回できそうなんで、はい、これやります。あとはですね、海外の人がですね楽しめるようにちょっと工夫してるところも少しあります。いや、言ってるのと一緒なんだ、うん、ギャラクシーチャンネルで海外の人っていうワードが出てきたら、うん、もう何やるか分かるんですよ。海外の人が楽しめるようなコーナーもございます。海外の人でも楽しんでいただけると。そうそうそう、みんなに楽しんでほしい。確かに。そう、10億人目指してますからね。はい、そうですね。で、あとはですね、まあ、結構今年やっぱ結構大ヒット企画だったのはやっぱ見ててほしいっていうね、うん、企画がやっぱ今年一番うちのチャンネル上結構ドカンっていったんじゃないかと思うんですけど。確かに大好評です。それをですね生でやります。しかもゲストがいます。ゲスト、うん、見ててほしい。そう、見ててほしい企画、初ゲスト発表します。ハライチ岩井です。ついに。そうですね、池崎さんが愛してやまない。そう、これも1日目の夜にですねやらせていただきます。どういうあれですか、見ててほしいは。まあせっかく外が使えるんで、ハライチ岩井と焚き火してるところを見ててほしい。料理とかもやるんでね。岩井さんが火起こしするとかちょっと見たいですね。そう、焚き火を作るところからやって、はいはい、で一緒にちょっとその焚き火で料理したりして、わあいいですね。なんか語ろうかなっていう、ね、いいですね。あとね、もろもろ、まあ、24時間なんで、はい、まだまだあるんですけど、はい、まあ、あと1個、まあ、これだけ言っとこうかな、まあ、ずっと見ていただいてる方もいらっしゃると思うんで、はい、このギャラクシーチャンネルで今までで、まあ、一番好評だった企画をもう一度リバイバルするというか。なるほど、うん、見てくれてるギャラクシアのためにね、もう一度あれやってほしいみたいな。そう、生で見たいとかあるじゃん。確かに。その企画をね、はいはいはい、だからそれをもう一度やらせていただきます。一番好評だった企画をですね。それがどの企画はもう当日のかもしれない。そう、ぜひ予想していただけると楽しめるんじゃないかと。なるほど。あと今回ですね、はい、24時間池崎なんと、はい、オリジナル T シャツを今制作しております。1週間前、そうですね。本番6日前に T シャツ作りませんってなって、そう、今焦ってデザインを思いついちゃったんで、はい、今焦ってデザインをし、黄色い T シャツを発注しております。
で、結構ね、いい T シャツができそうなんで、はい、まあ、僕らもちろん着るんですけど、はい、見てくれてる方にもですね、プレゼントをですね、はい、まあ、ちょっとしたいなと思って、うん、これもらえる条件としてはですね、24時間池崎ということで、今回もファックスっぽい画像を募集しております。前回の感謝のジャスティス1万回でも募集しました、ね、募集しました。結構2、30枚から多分いったと思うんですけど、はい、本当にあれ励みになって、はい、で、今すでにですね、はい、もう書いてくれてる方がいました。これはですね、僕にリプをくれたわけでもなく、はい、エゴサで引っかかって見つけました、はい。じゃあご本人もまさか今本人がラストは思ってないわけです。そういうことです。これはファックスっぽい画像なんですか。これでもいいです。どんなイラストでも大丈夫です、はい、それを、まあ、ハッシュタグ24時間池崎と入れてツイッターとかに載せてもらえれば、うちのギャラクシースタッフがそれを見つけ、はい、どうにかこうにか印刷して、はい、画面に出します。別にこんな風にカラーついてなくても文字だけとかでもいいんですか。文字だけでも大丈夫です、はい、何でもありです。ポケでも、はい、ポケれば大丈夫で、このファックスっぽい画像を送ってくれた方の中で T シャツをプレゼントまずしようと思ってます。はい、あとは配信中にもしかしたら急に、そうですね、配信中にこの人にあげたいってなるかもしれないんで。どういう、どういう、まあ8月6日20時間で、次の日の20時まで、ああ、ずっと池崎がなんかやってます。なんとなくこういうことやるっていうのはまあ当然分かってるんですけど、はいはい、マジで休む時間ないですよね。そうですね、ちょっと緩めの企画で時間稼ごうかみたいなのないじゃないですか。あんまないんだよね。それが怖いんですよ僕は、うん、ちょっと間休憩みたいな意味も込めて、うん、VTR 今までの V を振り返るみたいな、うんうん、ちょっと体力使わなくて済む企画とか、うんうんうん、どうですかって言ったら、いや、激しくいこう。激しくいこう。俺、お前のこと心配して言ってんだけどなっていうの、うん、その代わりもう本人がそっち選んだんで、そう、容赦なくいきますよ。もう逃げれないよ。はい、激しくいきたい人にはじゃあ、うん、激しくケツ叩きます、ね、頼むよ。池崎さん、はい、また最後告知お願いします。わかりました。来たる8月6日土曜日夜8時から24時間池崎ゆいは喉を潰す。皆さん絶対見てください。 そんな正式名称。ぜひこの機会にチャンネル登録ポチッとよろしくお願いします。ポチッといいね、ちょうだい。